いやどうも皆さん、こんにちは、ウルです。それではね、今回チャンバラやっていきます。というわけで、相手はピュアのケイコさんですね。よろしくお願いします。元お父さんウルです。というわけで、お相手いざ尋常に勝負。あ、ちょっと待って、ジョイコン画面の中央に向けるわ。オッケー、じゃあやっていきましょう。レディー。さあ、これね、まだ俺チャンバラ一応体験までやったんだけど、難しいんだよね、チャンバラ。ガードが難しい。やるね、ピュア。やるね、ピュアの気。あ、まいぜ、稽古。稽古引き肉学ぶグラム。あ、ちょっと待って、稽古引き肉学ぶ。いったじゃん。なるほど。ガードは確かクロスに取んないといけないらしいんだけど、なかなかそれが難しいんだよね。さあ、どういよ、来いよ。で、これね、なんかね、ランクマッチみたいなのなんかあるって言ったけど、あ、勝ったわ。で、ランクマッチみたいなのなんかあるらしいんだけど、あれだね。ランクマッチ勝つと、いや、ランクマッチはね、このままこういう系のなんかチャンバラ系、普通のこういう試合系で勝ち続けると、あれらしいね。なんかいけるらしいよ。だから、とりあえず勝ち進んでいけ。とりあえず勝ち進めばいいらしい。どれぐらい勝てばいいんだろうね。まあわかんねえや。とりあえずやっていきましょう。じゃあ、よろしくね、ケイコ。行くぜ、ケイコ。行くぜ。危ねえ。危ねえ、ガード返した。さあ、どっちか行く。うわ、甘いぜ、ケイコ。好き、投げるか。オッケー、投げりましょう。で、ケイコ、だいぶガードあれだね。だいぶガードゆっくりめだね。で、これ、相手ちょっとラグあるから、ちょっと見てる角度ちょっと違ったりすんのかな。だからそんなこと関係ない。どうする、もう連携ちょっといい可能性も全然あるんだ、ケイコ相手に。全然いてもいいな。で、俺、なんか、これ他にも今回、刀とか、チャージ刀とかいろいろあるらしいんだけど、俺ね、双剣使いたいね。やっぱ俺、モンハンでも双剣使いたからね。で、結構今、闇クソに振ったけど、意外と入るもんだな。意外と入るもんだな。もう腕の動きから見て分かる通り、どう、相手にどういうガード、どういう攻撃をさせるか、もう考えさせるから、その隙にやる。これが俺の、元剣道クラブに入っていた小学生時代の力です。さあ、対戦ありがとうございました。さあ、画面見てみましょうか。いや、怖い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 、目がガンギ待ってんだわな。いや、最後見下す顔が怖いんだよ、お前は。その穴で相手の威力吸収してそうだもん。いや、煽るな、煽るな、スタンプで。いやー、ごめんね、ピアの稽古。ごめんね、大変ありがとうございました、本当に。いい相手でした、本当に。強かったです。超僕、ノス。元お父さん、ウルがお相手してる。え、何、双剣使いだと。かっこいいな、構え。あ、すごい喜んでる。これ強いな。これは強いぞ。で、ジョイコン中央に向けていきましょうか。さあ、今回ちょっとチャージ型にしてきました。なんか気持ち悪い。なんかソフトクリームみたいじゃない？なんかバナナアイス、バナナ味のなんかソフトクリーム感否めない。さあ、これ、双剣はね、二刀流でね、ガードを交互にしていく感じなんだけど、そう、だからちょっと読みづらい。どっちにガードするか読みづらい。やばい、やばい、読まなかったら。いやー、回転剣強っ。いや、あれね、ありがとうか。で、これちょっと待って、チャージ型だって、チャージ移動やんの。あ、R ボタンか。え、R ボタン。R ボタン押しなんか振るの。ちょっと待って、そういうの苦手なんだけど、いや、俺チャージ型向いてないことが今わかりました。さあ、これどんどん、いやー、やってきたかった。いや、チャージ型、チャージ切り、うん、チャージ切りもう使ったけども、いや、使ったのか、俺、いつの間にか。いつ使ったんだよ。今でしょ。いや、やべ、これ横切りになっちまった。いや、今の双剣の横でガードするかなと思ったんだよ。いや、が甘いで。さあ、これ、どうガードする。よし、オッケー。急に変えたからね、急に変えることない。え、いつまでカウントがあんの？制限時間あんの？知らなかったよ。よ、よ、よ、お互いチャージを切り、よ、ちょっと、危ない、危ない、危ない。あんまりね。いや、ちょっと待って、いい勝負するね。ノス。さすが超僕。スーパーノスだ。いいね。さあ、いいスタンプ送っときましょう。いいね、いいね、ノス。気前いいね。いや、ちょっと待って、楽しいな、チャンバラ。さあ、行きます。ただ、チャージ切りちょっとしにくい。チャージ型は今のところ俺最下位かもしんない。体験まで使った草原がやっぱ一番使いやすかった感がある。痛い、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと待って、危ないぜ。さあ、甘いぜ。遊戯。いや、俺遊戯だったわ。それ、カイバーの言い方だったわ。カイバー。お前程度だ、この俺は勝てないぜ、カイバー。俺のターンドロー。俺は、チャージ切りをしたいんだが、出ない。チャージ切りが出ないぜ、カイバー。カイバー、出ないぜ。やめろ、ハゲハギャー、危ねえ、ちょ、やばいぜ、カイバー、カイバー死ぬぜ、死ぬぜ、カイバー、カイバー、負けだぜ。いや、そんな俺、遊戯の前に似てないんだよね。じゃあ、ラウンド3。じゃあ、今回もう、俺はもう、強者で行くんで、ちょっと今回、セールで行きます。んっす、かかってこい。またスネープ先生。お前レベルでは、この私に勝つことはできない。いや、俺、そんなスネープ先生の前に似てねえんだ。なんならまだ若松さんの方が似てるぜ。さあ、追い詰めていくぜ。一回ごめん、その双剣の横切り強いんだわ。これさ、ガードの隙間狙う。痛い、連撃強いな。いや、甘いわ。よし、オッケーオッケー、攻め立てろ。さ、チャージ切り出ない、切りも出ない。何今の、ちょこちょこちょこ、やめろ、ちょこちょこちょこ。いや、痛い、あんま甘いわ。んー、これが私の力だ、孫悟空。あ、喜んでる。水に使って喜んでる。あ、水浴びたかったのかな。いや、かっこいいね、キリ。じゃあ、ファイナルラウンド。ファイナルラウンドってこれどうなんの？これファイナルラウンドは行ったことねえよ、俺体験版で。そんなやれなかったからさ。ランダムだったから、体験版で。せつえまぁ、ちょ、あの狭いんすけど。これ、設定必勝、油断体でやる気満々、一気承知ちょっと待ってや。説明してるじゃん。でも対戦ありがとうございました。強かったわ。これ純粋に負けたわ。対戦ありがとうございました。楽しかったです。話させてくれなかったな。いや、びちょ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 だな、お前。お、あ、これプレゼントボックス100になった。これなんか、あ、これね、なんかね、ルーレットなんだけど、なんかスタンプが欲しいよね。スタンプ欲しい。あ、何、え、刀だ。
じゃあ本命と言ってほいいほど俺は双剣を今回使って熱きなんで今回双剣に行きます。いやかっこいいねこの剣クラシックソード。さあこのクラシックソードお前を叩き切ってやろう。名前なんて人だった？名前見なかった、やべえ。ちょ今回韓国の人っぽかったな、紹介して。さあ韓国人の人はよろしくお願いします。さあこのコーチのガードを見切れるかな、見切れるかな、俺もわかんねえわ。さあ行くぞ、先手必勝、油断大敵。さあやる気満々。さあどうする、いやガードしたね今の前、いや今ね横切りしたつもりだったんだよみんな。でこれね今なんかゲージ溜まってるじゃん、この下のゲージ溜まってる。これね縦に思いっきり両手同時に打ったりするとあれなんだよ、回転技とか出せるの。さあやるね、うまいね、さすがやるな。えコップキャップキャップ、やばい俺一ギリも食らった、悪い。さあガードしろ、どっちの、さあどっちを攻撃する、さあどっちを攻撃する、お前に任せる、だが隙ありだ、やばいこれ俺突き、そうこれね突きを出すんだよみんな、両手を同時に突き出すと突きを出して相手を吹き飛ばすことができる。いった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 、何のこれ式、まだまだ俺諦めねえぞ、やばいやばい、あ死にます死にます、何のこれ式、耐えるぞ俺は耐えるぞ、横切りオッケー、うんくらい縦切りオッケー、いいぞいいぞいいぞ、いや相打ちかなこれは、相打ちかもしれない、やばいね、まだ残り3秒俺諦めない、落とせ落とせ落とせ、連撃クソダメか。いやあの人アバンストラッシュの構えしてんだけど大丈夫か、やばいんだけどあの人、いや強い、あの人強いぜ本当に、この人強い、俺のツインソード、俺の双剣扱い、俺の巧みな双剣扱いを見切ってくれたらやばい、この人アバンストラッシュ使えるから気をつけていけ。でも俺と同じチャージ型、さっきの俺と同じ状況、やべ、いや今の横切りしたつもりなんだよ、意外とね横切りが出ない、意外と横切り、あやべこれ落ちる、普通にやばい落ちる、いやいざなんだ排水の陣、排水の陣、あやべ負けた、ごめんなさい。あっけねえ、あっけねえよ、あっけなさすぎるよ急に。いやこれまだ諦めないよみんな、ここで諦めて男が廃れてもいいよ。いや俺双剣使いだからね、負けられないっていう意地があるから。さあこれ余裕を見せています、スタンプではスタンプで、まあ余裕があるということを見せています、しかし内心すごいビクビクしてます。いきましょう、レディー、さあどっちを打つ、ファイト、さあ行きましょう、さあどっち、さあこの剣技果たしてお前に見切れるかな、この剣技果たしてお前に見切れるかな、横切りオッケー、横切りだ、はい縦切り、はい来いよ、どうする、さあこれ、うわいや横切りしたいけど、え、どうしようこれ、横切りしたいんだよな、いややべ、クソこいつ町の陣だな、町だな、クソ町め、クソどうする、やべ、なんかこの構えなんだ、なんだこれ、新月抜刀術、クソやばい、抜刀術使えるのか、やばい俺追い詰められてんぞ。いや諦めんなみんな、横切り痛い、ガードしてんじゃん、俺縦切り、さあどうだ俺縦切り効くだろうよ、おい やべ、チャージ切り持ってる、おい叩いてかぶって、うん、じゃんけんオン、オッケー、後出しじゃんけん、オッケー、さあこのまま、やばいこのまま相打ちだったら俺負けるぞ、どうしよう、横切り出て回転切り、基準連山、これが双剣使いだ、あーめんなよ、ちょっとなんか構えダセえな俺、決めポーズダサい。かっこよかったね回転切り、うおー殺意の回転、殺意の回転したね、いいね。さあさあお前もこれで勝負きつけ、これファイナルなんだろう、ということは狭くならない、いやこれ先手必勝だってことしてる、いくぞ先に切った方が勝つ、いくぞ横切り、うんうん、いやどうする、横切り、あ横切り、ファイナルラウンドクソゲーすぎないか。ファイナルラウンド、いやもうちょっと普通試合させてもよくないこれ、いやでもギーってポーズ決めとこうか、オッケー、危ねえ。いやお前すごい驚いてたな、いや誰に向かって指さしてんだお前、指さすの人に、てかお前口そこだったんかい、自分で作っといて分かんなかったわ。というわけでみんな今回動画はここまでします、じゃあ次回ねもう他の競技やっていくわ、バイバイ。